菓子山本周五郎1路地を入ろうとした鉄次はその角の何でも屋の軒下に長吉がいるのを認めて立ち止まった五つになる長吉は軒下に立ったままぼんやりと店の中を眺めていた「どうした長と彼は 子供の頭をなでた。何をそんなに見ているんだ。何か欲しいのか。長吉は首を振って、ちゃんを待ってるんだ、と言った。ひどくもったいぶった口ぶりで、それから急に、アメンボ、と言った。長吉の父親は、バクでご用になり、もう60日余りも牢に入っていた。 アメんボうか。よし。と彼は財布から銭を出して子供の手に握らせた。これで買ってきな。もう暗くなるから家へ帰るんだぜ。お母を待ってるんだ。そうか。と彼はうなずいた。そんなら、もしも帰りが遅かったら、おじちゃん家へ来ていな。遊んでやるからな。 おじちゃんちはダメだって。何がダメだダメだって。と長吉が言った。けいちゃんちのおばさんがダメだってよ。そして彼は店の中へ入っていった。鉄次は路地へ入ってゆき、井戸端にいる人たちと挨拶を交わして自分の家の戸口へ、今帰った。と言いながら入った。すると、 障子を開けたのは隣の沖野で、静かにという手真似をし、お帰なさいと言った。哲二は長吉の言ったことを思い出した。沖野は啓太の母親である。彼は何かあったのかと気そうに沖野を見た。今手ぬぐいを出すからそのまま湯へ行ってらっしゃい。と沖野が低い声で言った。 その間に晩の支度をしておくわ。うちのやつ、どうかしたんですか大きな声をしないで。と、沖のが手を振った。今、やっと眠りについたところなのよ。静かにしてちょうだい。哲二は口をつぐんだ。沖のはすり寄って、彼の耳へそっとささやいた。哲二の口が開き、顔がキュッとこわばった。 彼は右手で着物の上から懐を押さえた。あとの心配はないそうだけれど、とおきのは言った。体がすっかり弱っているから、よほど大事にしないと気で参ってしまうって医者が言ってましたよ。どうも、とんだ世話になってすみません。ゆえ、行ってらっしゃい。とおきのは立ってゆき、手ぬぐいを持って戻ってきた。 晩の支度をしておくけれど何か注文があったら言ってくださいなその心配はいらないどこかで食べてこようと手筋は言って逃げ出すように外へ出て行った彼の顔は今にも泣き出しそうにゆがみ口の中でまたかまたかとつぶやいた路地の角に長吉がいておじちゃん と呼びかけ、持っているアメん坊を見せたが、彼はちょっと目をくれただけで、ふらふらと四つ目橋の方へ歩いていった。鉄次は足の向くままに歩いた。頭のどこかで、湯屋へ行くんだと思いながら、すっかりくれてしまうまで歩き回り、それから行きつけの豊島まらという居酒屋へ入った。 それが同じ町内の馴染みの店だということは、中へ入ってから気がつき、そこには知り合いの者が幾人も飲んでいるのを認めた。近回りをうろついていたんだな。哲次は隅の方のいつもの場所へ腰をかけた。自分時のことで店は混んでいた。三人ばかりが彼に声をかけたが、彼はそっちを見ただけで、 返事はしなかっタスケはいつ牢から出るだろうと彼は思った子女が運んできた酒と魚を前に置いて一人でぼんやり飲みながら彼はタスケの家族のことを考えた五つの長吉を抱えてタスケの女房のおみよは費用取りをしているおみよは体が弱かったが珍仕事ではやっていけないので 三日行っては二日休むというふうにしながら、親子二人でカツカツ暮らしていた。助けは船宿の船頭で、かなりいい稼ぎをするらしいが、博打のために身が持てず、御用になったのは三度目であった。船宿の親方の奔走で、二度までは叱りで済んだけれども、三度目にはお裁きを受け、ついに牢屋へ入れられてしまった。 だだ、博打はダメだと彼は口の中でつぶやいた。バクにつかまったらおしまいだ。出てきても助けはまたやるだろう。同じこった。夫婦別れをするよりしょうがねえさ。若者が一人、きを持ってきて、鉄次のそばへ割り込んだ。鉄ア<兄>ニと若者は持っているきを差し出した。 一つ、鉄次は彼を見、彼の杯を見て首を振った。若者は酔っているらしい。鉄次の冷淡な目には気がつかず、杯を差し出したまま、なお酒をせがんだ。鉄次の額に感触筋が膨れ、彼は高い声で怒鳴った。うるせえと鉄次は言った。酒ぐらい、たまには手洗で飲めないのか。 声が高かったので、店の中が急にしんとなり、ほとんどいっぱいの客たちが話をやめてこっちを見た。わかったよ。と若者は言った。わかったよ。おめえ、機嫌が悪いんだな。鉄兄、に、そうとは気がつかなかったんだ。勘弁してくれ。悪かったよ。ははそっっぽを向向いた。若者は立って向こうへ行き、 元の連れとのれっになった。哲二は恥ずかしさで顔がほてり子女を呼んで感情を命じたそれからさらに3軒ばかり飲んで回り十字近くになって哲二は家へ帰った雨戸が閉まっているのでそれを開けていると隣の勝手口が開いて沖野が顔を出した「ずいぶん遅かったのねどこの家行ってたの?」。 とお,野が言ったお膳はこしらえてありますよ。哲次は低い声で礼を言った。あたし今帰ったところよ。とおきのが言った。おていさんよく眠っているからなるべく起こさないようにしてくださいな。哲次はうちへ入り後を閉めた。四畳半と六畳の蓋まで六畳の方にかやがつってあり、 暗くしてある暗洞の光で、おての寝姿がぼんやりと見えた。鉄児は四畳半に置いてある食膳を眺め、かけてある付近へ手をやろうとした。すると、かやの中からおての呼びかける声がした。お帰りなさい。遅かったわね。うん。と彼は言った。今帰った。 そして水を飲むために勝手の方へ行った。二。水を飲んで戻った手筋は蚊帳へ入って着替えはせずに自分の寝床へ横になった。そう暑い晩ではなく蚊帳の周りで蚊のうなりが聞こえていた。あんた、とおていが呼びかけた。わかってる、と彼が遮った。いいから寝よう。 怒ってるの酔ってるんだ。と彼は言った。寝よう。そして彼は寝返りを打った。手次はよく眠り、おきのが戸を叩く音でようやく目を覚ました。外は開けたばかりで、おきのと入れ違いに井戸端へ出ると、霧のような雨がけぶっていた。彼は顔を洗って戻り、 飯は外で食うから、と起きのに断って手早く着替えをした。帯を解いた時、懐から何か足元へ落ちた。手筋はそのまま着替えをして、ふと足に触ったので見下ろし、ドキッとしながら慌てて拾った。それは、二寸に三寸ばかりの平たい宝書包みで、彼は懐へねじ込むと、 おきのに後を頼んですぐに家を飛び出した。まだ早すぎるわよ、とおきのが呼びかけた。こんな自分に言ってどうするの哲二は傘も持たずに路地を出て行った。立川の岸へ出ると、彼は懐からさっきの法書包みを取り出し、二つに引き裂いて川へ捨てた。それは昨日、仕事を少し早くしまって、 水天宮まで行ってもらってきたお守りであった。彼は水面を見やり、引き裂かれたお守りがゆっくりと大川の方へ流れてゆくのを眺めながら、引き潮だな、とぼんやり口の中でつぶやいた。そこへ、沖野が傘を持って追ってきた。どうしたのさ、と沖野が言った。傘も持たずに飛び出しちまってどうするの 何霧雨だから。つさん。と、きのが傘を渡しながら彼を見守った。あんた、まさかあのことで。哲二は川の方へ手を振った。今、あれを流したんだ。と彼は言った。あそこを流れてるだろう。水天宮の安山のお守りだ。 哲二の顔を見つめそれから目をそらした鉄二は「とんだお笑い草さん」と喉で笑い「傘をすまなかった」と言って四つ目橋の方へ歩み去った鉄二の黙っている日が続いた彼は船大工で帳場は深川平野町にあった本所の家からは歩いて四半時あまりかかるが 二十四でお帝と書帯を持って七年、枝川の菓子に沿って行く道は目をつむっても歩けるほど慣れていた。鉄次は十三の年に愛とめというその船太鼓の弟子に入り、今では一番年長で仕事場のことはすっかり任されていたし、近頃では自分で道具を使うようなこともなく、職人たちに指図をしていればよかった。 鉄次はもともと口が重く、どっちかというと無愛想な性分だったが、あの日からさらに無口になり、仕事場の職人たちはビリビリしていたし、家ではお手居が腫れ物にでも触るような目で彼を見ていた。お手居は寝たまま他人の世話になっているのと彼が何を思っているのか見当がつかないのとでしばらくは話しかける勇気もなく、 心の中でおろおろしながら今にも何か恐ろしいようなことが起こるのではないかという不安な気持ちで彼の様子を見ているばかりだった。あのことがあってから五日目の夜、鉄次が帰ってきて蚊帳の中で横になってから珍しくお手の方を見て具合はどうだと聞いた。お手は救われたように夫に向かって微笑した。 大丈夫よ。とおていは言った。今日お医者が来て順調だって言ってたわ。哲二は、そうか。と言った。ごめんなさいね。としばらくしておていが言った。すっかり不自由をさせちゃって、起きたら取り返しをつけるから、もう少し辛抱してくださいね。誰か雇ったらどうだ。おきのさんに悪いだろう。 そう思うんだけれど、とおていは気弱く笑った。あたし、人を使うことが下手だから。悪くなければおきのさんでいいさ。いつもこっちでしているし、治ったらお礼をすればいいでしょ、と言っておていは探るように夫を見た。でも、もしかしてあんたが嫌だったら。 お前がよければいいんだと言って、哲二は仰向けに寝返った。そのまま時間がたち、長屋のどこかで子供の泣く声が聞こえた。隣も向こうも寝静まっているので、その泣き声はかなりはっきりと高く聞こえた。哲二は、ジだなと思った。長吉の声らしい。こんな時刻にどうしたんだ そう思っていると、おていが低い声で、あんた、と呼びかけた。あんた、勘忍してね。てつじは黙っていた。まだ怒ってるのとおていは言った。勘忍してくれないのあんた。その話はよせ。勘忍してくれないのね。てつじは黙っていた。 そのまま沈黙が続き、やがて子供の泣き声も聞こえなくなった。言ってください、とおていが言った。あたしどうすればいいのてつじはやはり黙っていた。ねえ、言ってよ。はっきり言って。あたし覚悟はできてるんだから、とおていが含み声で言った。ねえ、 あたしたちもうダメなのバカなことを言うな。あんたは勘弁してくれないもの、とおていは乾いた調子で言った。はじめのときも二度目のときもあんたはもっと優しかったし、慰めてもくれたわ。覚えているけどあんたは言ったわ。お前のせいじゃない。お前が悪いんじゃないって。じゃあ誰が悪いんだ 俺かと哲二が言った。抑えてきた怒りが、手綱を切ったような激しく鋭い声で自分でもびっくりしたのだろう。もうよしてくれと少し和らいだ声で付け加えた。俺は別に怒ってやしない。今更怒ったってどうなることでもありゃしない。つまらないことを言うな。 そして彼は反対の方へ寝返った。もう遅いぞ、寝よう。おていはじっとしていた。蚊帳の周りで蚊のうなりが聞こえ、勝手の下あたりで物うげに何かの事務虫が鳴いていた。変わったわ。すっかり変わっちゃったわ。とおていが低いかすかな声でささやいた。 前にはこんなじゃなかったのに、もうあんなふうにはいかないのね。それからややしばらく間を置いて、ごく細い弱々しい声で言った。どうなるのかしら。手筋は何も言わなかった。どうなるのかしら、とおてがささやいた。もうあたしたち、だめなのかしら。 深川扇町の名も知れない居酒屋で哲二は飲んでいた豊島屋で気まずいことがあってから彼はその時ばったりの知らない店で飲むようになりその店もその晩が初めてだった堀に面したちょっとした構えで土間には三四十人も入れるし上に四つばかりの小座敷もあった 天井には八軒が二つもつってあるので、店の中は明るく、板場から流れてくるニヤキにやきの匂いと、いっぱいの客のひといきれと、そこで話したり笑ったりする高声とで、酔わないうちに頭がぼーっとなるようであった。ご女が三人、若い女が三人ばかりいるな、と哲二は思った。若い女はおしろいなどを塗って、 これは馴染みの客の相手をするらしい。手筋のところへは小女が来て、注文を聞き、それを運んでき、一度尺の真似をするだけで、そばについているものはなかった。もちろん彼にはその方が勝手で、周りの客たちの話すのをぼんやりと聞きながら、いつもより気持ちよく三本ばかり飲んだ。確かに、いつもより気持ちよく飲んでいたが、 そのうちに彼の前へ中年の浪人者が来てから急に機嫌の変わるのが自分でも分かった。浪人者は年の頃三十六七で汚れてはいないが次の当たった人へ置き体つきは肩太りだが顔は細表で人を見下すような高ぶったきざな目をしていた。嫌な野郎が来やがった。哲次はそう思い なるべくそっちを見ないようにしながら飲んでいたするとしばらくして小さな子どもの声が聞こえ見ると浪人者の脇に5つばかりの子どもが腰掛けておりおしんこで丼飯を食べようとしていた子どもを連れていたのか浪人者は一人だと思ったので鉄次はちょっと意外に思い今度は改めてそれとなく様子を盗み見た 呂人者は酒を一本取り、突き出しの小皿を二つ前に置いたままでちびちびと飲んでいた。子供は手に余る箸を持ち、飯台にのしかかるようにして丼を片手で抱え、そうして周囲の客の魚の皿小鉢やワなどを悲しそうな目で眺めていた。欲しそうな目ではなく、諦めたような悲しそうな目つきであった。 父親の浪人は飲んでいた一杯の酒好きを五たびにも六たびにもまるで貴重な薬でも舐めるように大事にかけてすすっていた。ぼや、と哲次は子供に呼びかけた。おじちゃんのこのお魚食べてくれないか。子供はゆっくりうつむいた。何か言ったようだが聞こえなかった。 鉄耳にはいらないと言ったように思えそこでまだ箸をつけていない刺身の皿を取って子どもの前へ置いた「これを手伝っておくれ」と彼は言った「おじちゃんは酒を飲んでいるから食べられないんだうまいぜ坊や」ね「ね食べてごらんそのごはんにのっけて食べるとうまいぜ」「失礼だがそれは断る」と浪人のが言った 失礼だが、落ちぶれても侍の子だ。食べ物の施しには預かりたくない。それはそうでしょうが、子供というものは、断ると老人者は怒鳴った。俺は小敷きに来たのではない。大きな声で、今回りの客たちは話をやめてこっちを見た。老人者の細い顔が赤くなり、その目が、 怒りと憎悪のためにギラギラと光った。すみません。と、哲二は皿を引っ込めた。私はそんなつもりじゃなかったんだが、お気に障ったら勘弁してください。浪人者は子供に、早く食べろ。と言った。子供はべそをかいて、ぬかみそ漬けのかぶらと大根と、きゅうりの持ってある鉢へ手を出した。 腹は減っているが、いかにも気が進まない、という手つきである。鉄二の前には、まだ箸をつけていない魚が幾品か並んでいた。子供は人のものが欲しいものだ、と哲二は抑えた口調で言った。自分が好きなものを食べていても、人のものはもっとうまそうに見えるもんだ。それが子供だ。子供はそういうもんだ。 侍も町人も差別はねえ。子供はみんな同じこった。鉄次の額に感謝く筋が立った。罪じゃねえか、と彼は一人で続けた。周りにいっぱい魚が並んでいるのに、それを眺めながら高こで飯を食わせるなんて罪じゃねえか。そんならこんなところへ連れてこなければいいんだ。町人、と浪人者が言った。 口が過ぎるぞ。哲二は目を上げた。貴様と浪人者が言った。この俺を浪人と侮って恥ずかしめる気か。私は子供さんのことを言ってるんだ。浪人者は突然、勘どっくりを取って投げた。哲二は首を曲げ、勘どっくりは後ろのレンジ窓へ当たって砕けた。許さん と叫んで、浪人者は立ち、飯台を回ってこっちへ来た。鉄次は動かなかった。左右の客は慌てて脇へ避け、向こうから女の一人が飛んできた。女が何か叫び、浪人者は鉄児に殴りかかった。鉄次は何もせず、浪人者は片手で鉄児の襟を掴み、片手の拳で頬を殴った。 そこへ女が飛んできて、後ろから浪人のを捕まえ、またのさん、およしなさい、またのさん、と叫びながら、懸命に引き離し、鉄筋に向かって、すみません、逃げてください、と叫んだ。この人、酒の上が悪いんです、と女は言った。すみませんが、逃げてくださいな。辻さん、また後で来てください。 その方がいいだろう。鉄次は財布をそこへ置いて、素早く外へ飛び出した。彼は掘り端を歩いて行きながら、重い怒りが胸に充満しているのを感じた。重さがはかれるほどの怒りで、それは殴られたからではなく、老人者の無神経さと、子供の哀れさに対する怒りだった。素直に受けたらどうだ。 親の貧乏は子供の責任じゃない。子供をかわいそうだとは思わないのか。何が侍だ。と歩きながら彼は舌打ちをした。てめえは酒を飲んでいた。酒を飲む銭で子供に荷魚の一つも取ってやったらどうだ。それが親っていうものじゃないのか。そうじゃないのか。と彼は口に出して言った。 時刻は早かったが、財布を置いてきてしまったので、鉄次はそのまま家の方へ向かった。新高橋と猿江橋を渡って、鍵の手に堀端の道をまっすぐ行けばいい。堀の対岸は、軒の低い古びた長貨がごたごたと並んでいい。こちらは武家の小屋敷が続いていた。この道も飽きたな、と鉄次は呟いた。 飽きるほど通った。丸七年。この道を通って町場へ行き、この道を通って家へ帰った。丸七年。これからもこの道を行き、この道を帰るんだ。そうして。鉄二は足を止めた。対岸の町かの火が引き潮で水の少なくなった堀に移っていた。彼はその水面に移っている火を眺めながら、 そうして一生終わっちまうんだ、とつぶやき、力のない吐息をついた。4. 考えてみるとつまらないものだ、と哲次は思った。人間なんて哀れなつまらないようなもんだ。悪せく稼いでも運の悪いものは一生貧乏に追われ通しだし、金を儲けて贅沢をしてみたところで限りがある。将軍様だって、 寝る広さは決まっているだろうし、一たけに十人前は食べられはしない。同じ仕事を同じように繰り返して、うおうさおうして、そしておいぼれて死んでしまうんだ。つまらねえもんだ、と哲二はつぶやいた。人間の一生なんてありあいのないもんだ。そうしてまた歩き出そうとして、けげんそうに首をかしげ、辻さんだって とつぶやきながら空のどこかを見た。誰か辻さんって言ったようだが、彼はまた首をかしげた。いや、聞き違いじゃない。確かに誰か辻さんと言った。あれは愛川町にいた七八つ自分の呼び名で、もう二十年余りも呼ばれたことがないし、この辺りで知っているものもないはずだ。しかし確かに、 確かに誰か、辻さんって。哲二は口を開いた。空のどこかを見上げて、口を開いたまましばらくじっとしていい。そうだ、とやがてうなずいた。あの女だ。浪人のを抱きとめたあの居酒屋の女だ。確かにあの女が辻さんと言った。誰だろう。哲二は歩き出した。 と昔の俺を知っているんだろうが、誰だろう。明くる日の夕方、鉄二は仕事の帰りに、大木町のその居酒屋へ行った。日の長い季節で、外はまだ明るく、店の中もまだ客はまばらだった。夕べの隅の方に腰をかけると、注文を聞きに来た子女が、あら、夕べの親方ね。 と言った。酒と魚をそう言い、辺りを見回したが、子女が三人いるだけで、若い女たちの姿は見えなかった。酒の客が来る自分に出るんだな。化粧などをしていたから、多分そんなところだろう、と哲次は思った。間もなく、子女が主公と一緒に財布を持ってきて、あのまま手をつけずに置いたから調べてもらいたい、と言った。 つじはうなずいて、財布を懐に入れ、ゆうべの姉さんはどうしたと聞いた。もうすぐに来ます。と小女は言った。今着物を着替えているからすぐです。名前は何て言うんだ姉さんのですかと小女は笑った。本当の名前かどうか知らないけれど、ここではおかじ姉さんっていうの。 嫌だ、親方。おかぼれね。そして笑ってぶつまねをした。おかじ。覚えのない名だな。おかじ。哲二は飲み始めた。彼は早く女に会って、それが誰だか確かめてみたかったし、同時にあまり早く確かめるのが惜しくもあった。おかじという名に記憶はない。 昔遊んだ女の子はいくにもいたが、おそらくそのうちの誰かに違いない。誰だろう。そう思っていると、耐えて久しく気持ちに張りができ、心楽しくウキウキするようであった。テツが三本目を開けたとき、帳場の脇に女の姿が現れ、小女に何か言われてこっちを見た。テツは気づかないふりをし、 女は髪へ手をやりながらこっちへ来た。手筋はようやく目を上げ、女は差し向かいに腰をかけて微笑した。スラッとした体つきで、お長な,な顔に少し剣があり、微笑したとき右側にある刃が目立って見えた。わかってと女がまた微笑した。わからない、と彼が言った。 その刃に覚えがあるようだが、まあ一つ行こう。お酒ですかと女は酒付きを受け取った。今から飲むと酔っちまうわね。相川町は相川町だろう。誰だっけな白状ね。はい、ごちそうさま。と女は酒付きを返し、尺をしながら手筋を睨んだ。 私はすぐにわかったわ。いらしたのは気がつかなかったけれど、又野さんの怒鳴り声でこっちを見たとき、その横顔ですぐにつじちゃんだなって思った。横顔はあの自分のまんまよ。私びっくりしちゃったわ。誰だっけな思い出せないな。誰だっけいいわよ。召し上がれ。と女は尺をした。 私教えないから思い出すまでここへ来てちょうだい。ふ <laughs> ふ面白いな。そして、八重歯を見せて笑った。いいだろう。それもよかろう。と、哲二はうなずいた。二度か三度会えばきっと思い出すに違いない。そういうことにしよう。きっとね、それまでおかじって呼んでてくれればいいわ。 と、女はあやすように笑った。それにしても、とやがて女が言った。ゆうべどうしてあんなことをしたのあの浪人者は馴染みかときたま来るだけよ。修羅ってほどじゃないけれど、酔うとわからなくなるの。と言って女は彼を見つめながら首を振った。でもゆうべのあれはいけないわ。あれは、 貧乏人の気持ちを知らないやり方よ。俺が貧乏を知らないってと彼も首を振った。俺は子供がかわいそうだったんだ。子供がかわいそうで見ていられなかっただけだ。子煩悩なのね、おかしい。と女は笑った。すじちゃんが子煩悩だなんておかしいわ。今お宅には幾人いるの子供か。 子供ななんかないさ。女房もないってね」と女は尺をした「こう見えても私だって二人あるのよ隠すことはないでしょ」「一人もないんだ」と彼は目を背けた「三度できたんだけれど三度とも流産しちまった」「女はまあ」と言った おていさん丈夫そうだったのにね。あいつのことも知ってるのか。あの人丈夫そうだったわ。あんたが悪いのよ、きっと。お前、おていを知ってるのか。並木菓子のことだって知ってるわ。ひとつちょうだい。と女は逆きに手を出した。あの合い引きのことだってちゃんと知ってるんだから。 鉄次は困ったような顔をしながら、女に尺をしてやった。困ったような、照れたような顔つきであった。女は話し続け、鉄次は黙って聞いていた。深川の並木がし、人家の少ないところで、かしとは反対側の道端に並木があった。木は何だったかしら。横に枝が広がっていて、 夏になると木陰が暗くなるくらいだった。あんたたちそこでいびきしたじゃないの。と女は言った。いつも夕方で木陰は暗かった。おていさんは際の伊勢屋に奉公していたから、抜けてきてもゆっくりはできない。あんたは一時でも長く止めておきたい。それで口論をして、よくおていさんを泣かせたものだ。そうでしょその通りでしょ と言って女は笑った。五。誰だろう一体誰だろう哲二は女が誰だかわからなかった。並木菓子のことまで知っているとすると範囲はずっと狭くなる。辻というのは哲二の手を取った幼い呼び名で、その自分の友達は こっちが引っ越してしまったから並木がしのことは知らないはずである。とすると誰だろうどこの誰だろうと哲二は繰り返し思った。彼は毎日その店へ通った。梅雨が上がり、六月が過ぎた。このごろあんた、様子が変わったわね。あるよ、おていがそう言った。おては 六月の初めに床上げをしたが、体にせいがないようで、顔色も冴えないし、よくこめかみに頭痛うをはっていたりした。鉄次は毎晩のように帰りが遅かった。お事と飲んでいると楽しい。お事が誰だったかということはまだわからなかったが、わからないことも魚の一つになった。話題も多いし、 その話題の切り替えも巧みで、いくら話していても飽きない。それは多分二人の間に色めいた気持ちがなかったからであろう。不思議なくらい二人ともさっぱりしていて、何のこだわりもなかった。確かに変わったわ、とおていが言った。まるでいい人でもできたようだわ。このごろ蝶を見かけないな。 と、哲二はお呂の顔を見た。助けは牢から出てきたのか。話をそらすのね。わかったよ。今日もないというように彼は手を振った。助けはまだ出てこないのか。あんた、帳簿を見るわけがないじゃないの。朝は早いし、帰るのはいつも遅いし、とお呂が言った。 助けさんなら、牢抜けをしたわ。哲次は目を見張り、牢抜けだってとお手を見た。六月初めだったかしら、浅草のタメへ送られる途中で逃げたんですって。助けがと彼はつぶやいた。あいつがか。おみよさんは板章へ呼ばれるし、この長屋へは張り込みがあるし、 女望は少し前から寝ているし、騒ぎだったわ。それで、助けはまだ捕まらないのか。お帝は微笑しながら夫の目を見つめていた。哲二は、飲んだと言った。何でもないけれど、なぜ今夜に限ってそんなに助けさんのことを気にするの彼はお帝の微笑する意味がわかった。 他に話すことでもあるかと、テツはやがて仰向けに寝転んだ。他に何か面白い話でもあるなら聞かしてくれ。何かあるのかおていは黙った。長いこと黙って身動きもしずにいた。テツがそっと見ると、おていは前かけで顔を覆っていた。あんたはまだ。 あのことを怒っているようだけれど」とおていが低い声で言った「あたしがどんな気持ちでいるか考えてくれたことはないの?」「済んだことはよしにしよう」「あれはあたしにもこだったのよ」とおていは言った「あんたも悲しいでしょ子どもの好きなあんたが三度もダメになったんだから悔しいことはよくわかるわ」 でもあたしだってどんなにつらいか知れない。三度も身ごもって、そのたんびにお腹の子が流産してしまう。今度こそって思って、できるだけの養生もし、神新人までして、それがまたダメになってしまう。流産して、ぺしゃんこになったお腹をなでながら、あたしがどんな思いをしたか、あんたわかって手辻は心の中で、 ベジャンコか、とつぶやき、その言葉のおかしさに笑いたくなった。あんたは仕事もあるし、酔って気を紛らわすこともできるわ、とおいは続けた。でも、あたしには仕事もないし、酔うほどお酒も飲めない。一人でうちにいて、一人でぼんやり考えているだけよ。頼りにするのはあんただけだけれど、 そのあんたも離れてゆくばかりだわ。俺がどうしたって離れてゆくばかりよ。わかるわ。とおていは言った。今度の子供を産むことができたら、もう一度昔のようになれるかもしれないと思った。それもダメになってしまったし、もう私、どうしていいんだかわからないわ。言いたいように言うさ。 勝手の勘繰りの相手はできやしない。前にはそんな風には言わなかったわね。俺はもう三十一だぜ。前にはこんなじゃなかったわ、とおていが言った。ねえ、と夫の方を見、静かにおえつした。言ってちょうだい。私たちもうダメなの何が不足なんだ と、哲二は行がしたまま聞き返した。何が不足でそんなことを言うんだ。俺にどうしろってんだ。不足だなんて言って、と、おていは泣き出した。あたしはただ、昔のようなあんたになってもらいたいだけだわ。哲二は口をつぐみ、おていの泣く声をしばらく聞いていて、それから言った。お前だって、 昔のお前じゃないぜ。お手は切なそうに泣いていた。それからつい数日して、哲司はおかじから遠出をしないかと誘われた。草市の夜で、飯台の上にほおずきを刺した小さな壺があり、そのほおずきはおかじが草市から買ってき、彼に見せるために刺したのであった。私だってたまに生き抜きがしたいわ。 と、おかじが言った。辻さんとなら間違いはないし、二日ばかりのんびりどこかへ行ってきたいんだけれど、俺となら間違いがないってあんたはそういうことのできないたちよ。あたしの目に狂いはないんだから。と、おかじは真面目に言った。それにあたし、男はもうたくさん。道楽者の亭主を持ってこリゴリしちゃったわ。 子供を二人ひったくって別れちゃったけれど、男なんてもうまっぴらごめんよ。そんな話は初めて聞くな。亭主のことを話すと、とおカジは首をすくめた。あたしが誰だかってことがわかるかもしれませんからね。検討はそのあたりか。ねえ、二日ばかり出かけましょうよ。とおカジが甘えた声で言った。 そんなにおかみさんのそばにくっついてばかりいるもんじゃないわ。別にいやらしいことをするわけじゃないし、二日くらい抜けられるでしょう。息き抜きか、と彼が言った。悪くはないな。そうだ、そいつも悪くはない、と哲二は思った。ではどこにしよう。どこか当てがあるのか。 江ノ島はどうかしら江ノ島は二日では無理だろう。それなら川崎はどう川崎とはまた近すぎるな。嘘よ。近ければゆっくりできるじゃないの。一晩泊まってお大使様へお参りをして昼寝くらいして帰れるでしょう。そうしましょうよ。とお火事が言った。遠出をして昼寝か。 と、哲二は笑った。なるほど。色ごとには縁のねえ話だ。六。行く先は川崎。日は中元の翌日。朝の八時に永代橋の西爪で会おう。そういうことに約束が決まった。その夜、鉄次はいつもより早く切り上げ、家へ帰るとお手にそのことを告げた。 もちろんおかじとゆくなどとは言えない。帳場の常吉たちと同僚様へ行ってくる。と場所も変え、日も余計に言った。同僚様っていうと、四五日かかるわね。三日で行ってくる予定だ。いつか行ったときは、四五日かかったでしょとおいは言った。あたしも行きたいな。この前は水戸へ回ったんだろう。 と彼は話をそらした。確か水戸の大洗いへ回ったはずだ。あたしも行っちゃいけないかしら。日立まで往復三日だぜ。と彼が言った。男の足だって楽じゃねお前なんかについてけるか。そうね。とおていは頷いた。三日じゃあ無理だわね。 鉄次はまた話をそらし、助けはまだ捕まらないか、と聞いた。お呈はそれで思い出したという風うに、帳簿をもらったらどうだろう、と言い出した。あの子はあんたにもよく懐いているし、うちでもらってやればおみおさんも故郷へ帰って体の養生ができる。それにもらいごをすると後ができるって言うじゃないの。 うん、そうだな。あたしはもらって育ててみたいわ。そうだな。考えてみよう。と、哲二は答えた。十五日が中元で、哲二は午後から大儀町へ出かけ、飲みながら、おかじと明日の打ち合わせをした。それが済むと、おかじはハスカイに彼を見て、微笑しながら、おかみさん大丈夫と聞いた。 鉄次は、へっ、と言った。そんな心配は、相引きにでも行くもののするこった、と彼は言った。こっちはのんびり昼寝をしてこようという口だからな。粋なもんだわ、とおかじは笑った。鉄次は明かりが入ると間もなく帰った。彼は少し気がとがめた。ほんの少しではあるが、お手に悪いな。 とと思いいいだがやましいことはないので人を見ろと自分に言った人は平気で道楽をしているじゃないか。女を囲っているものだっていくらもいる。こっちはそんなんじゃない。幼な友達と息抜きに出ようというだけだ。それだけじゃないか。女房には関係のないこっ何が悪い。と彼は自分で自分に言った。 うちへ帰るとおていが待ちかねたように、おみおさんがいなくなった、と知らせた。鉄児はびくっとし、蝶はどうした、と聞いた。帳房は左派の源さんのところにいるわ。じゃあ、と彼はどもった。日雇いに行ったんじゃないのか。今日はお中元よ、とおていが言った。それに、 書き置きみたいなものがあったの。あたしは読まなかったけれど、亭主があんなことをして世間に申し訳がないが子供には罪がないと言うから長吉だけは頼むと書いてあったんですって。すると、ええ、そう、とおていが言った。はじめはみんなそう思ったの。これは死ぬつもりだなって。けれども、とおていは声を潜めた。 隣のおきのさんが言うの。そうじゃない。たすけさんと逃げたらしいって。てつじはけげんそうな目をした。そういうのよ。とおていは、夫の目にうなずいた。証拠は何にもないけれど、そういう気がするって。ひやといに出た先かなんかでたすけさんと会って、そして駆け落ちの約束をしたんだろうって。 死ぬんなら子供を置いて行けるわけがないって、そういうのよ。哲二は考えてみて、うん、とうなずき、そうだな。死ぬときは子供は置いて行けないかもしれない。一緒に死ぬ気になるだろうな、とつぶやいた。うまくやれ、助け、やってみろ。哲二は寝てから繰り返しそう思った。 うまく逃げ延びて、夫婦で初めからやり直してみろ。だが、爆地だけはやめろ。それでもまだ爆地をするようなら、お前は人間じゃあない。人間じゃあねえぞ。と、鉄二は口の中で助けにささやいた。随分久しぶりの早寝だったが、おていが明日の弁当の下ごしらえをしているうちに、鉄二は眠ってしまった。翌朝、六時に起きると、 弁当もでき、旅の支度も揃えてあった。おてえは、先に済ました。というので、哲次は一人で朝飯を食べた。食べ終わって茶をすすっていると、六畳で何かしていたおてえが、もう済んだのと言いながら、こっちの四畳半へ出てきた。哲次は、口へ持って行こうとした湯呑みを途中で止め、目をそばめて女房を見た。 おていは、よそゆきのひとえに、ちりおけのかっぱをき、鉄鋼をはめていた。あたしも一緒に行くの、とおていは彼に微笑した。いいでしょたまだもの、連れてってくれるわね。てつじは、バカだな、と笑った。俺一人ならいいが、つねきちやとくや、ほかにも三人ばかり行くんだ。 と彼は言った。男ばかりの中へ俺だけ女房を連れて行けるかだっていいって言ったものいいって誰が常さんよあたし常さんに頼んだのよとおていが言った見ると顔がこわばっていて声も上ずって聞こえたあんたが昨日出かけた後で 灯籠を見に行こうって、常さんがここへ誘いに寄ったわ。それであたし頼んでみたらいいって言ったのよ。鉄次は声を出して笑った。何がおかしいのよ、とおていが言った。鉄次は笑って湯のみを置き、知恵比べか、と言った。知恵比べなら負けないぞ、と言い、 立ち上がって三尺を締め直した。知恵比べって何よとおていは顔を引きずらせた。あたしはただ連れてってくださいって言っただけじゃないの。そうだろう。多分そうだろう。それがなぜ知恵比べなのダメならダメって言えばいいでしょとおていは声を震わせた。どうするの 歩きに出るのさ。と、哲二は土間へ降りながら言った。おめえ、行きたければ常と行ってきてもいいぜ。そして彼は外へ出た。外へ出たが、朝の六時過ぎで行くあてはなかった。ふと思いついて、差配のうちへ寄り、長吉を連れ出した。玄米の女房の話によると、 子供心に諦めているのだろう。一言も母親のことは口にせず、夕べもおとなしく一人で寝たし、朝飯も行儀よく食べた。見ていていじらしいくらいだった。と言った。長吉は嬉しそうに、哲二と一緒に外へ出た。七。哲二は枝側に沿った道をゆっくり歩いていった。 長吉は彼に寄り添うように黙って歩いていた。長と彼が振り向いた。抱いてってやろうか。平気、と長吉が答えた。哲司はお手に怒っていた。なぜ知らん顔をしていなかったんだ。どうして黙って浮かせなかったんだ、と彼は心の中で言った。何でもありゃしない。 焼きもちを焼いたりそんなふうに邪魔をする必要はなかった。売っちゃっといてくれればよかったんだ。おじちゃんと長吉が言った。なんだなんでもないと長吉が言った。おててをつないでもいいかさあと彼は手を出し長吉はそれをぎゅっと握った。 何かお菓子を買うか平気。と長吉は首を振った。堀端の道は静かで、あまり往来の人もなかった。彼は長吉が強く自分の手を握っているのを感じ、そして心の中で思った。そっちがそんなふうにするなら、俺は俺で好きなようにする。気づかれずに浮気をするくらいの知恵はあるんだ。 やってみるか。お前の知恵で今日やったように俺の浮気が封じられるかどうかやってみようか。と彼は心の中でお手に呼びかけた。これまで俺は一度だって不実な真似をしたことはない。付き合いだから茶屋酒も飲むし、中へ行くことだってある。しかしお前に不実なことは一んもしなかったし、 それはお前が知っているはずだ。そんな、その時ばったりの色ごとができない性分だということは、お前がよく知っているはずじゃないか。そうじゃないのか。と彼はお手に問いかけた。おじちゃん、と長吉が言った。どうした、と彼は振り向いた。くたびれちゃったか。大丈夫、と長吉は首を振り、 堀の方をさした。この川で塩引きが取れるかそうさなあと彼が言った。蝶は塩酒が好きかどっちでもと長吉が言った。鉄次は空を見上げた。空は薄曇っていて、辺りはもやでもかかったように、堀の石垣も対岸の柳もぼんやりと物うそうに見えた。 塔の立ったような気持ちだ。と彼は思った。塔の立ったような疲れたような気持ちだ。る七年、丸七年の世もこの道を行き、この道を帰った。食べて寝て、この道を行ったり帰ったりして、一体何が残った。これからも同じことを繰り返すだろう。死ぬまで同じことの繰り返しだ。死ぬまでだ。 わかるか俺は息抜きがしたい。この繰り返しにはうんざりする。と、鉄次は心の中で呟いた。俺は息抜きがしたかった。お家事と二日ばかり遠出をすれば、少しは気が変わるかと思った。それだけだ。お家事の方にも色気なんぞはなかったし、俺にもそんな気持ちは少しもなかった。 これっぽっちもなかったな。橋を渡り、また橋を渡った。おじちゃん、と長吉が言った。おしっこ。鉄次は、よし、と言い、堀端へ連れて行って、後ろから肩を押さえてあった。長吉は巧みに用を足した。子供の肩を押さえてやりながら、彼はふと、 「そこが並木菓子だということに気づいたこちら側にはあの頃と同じように材木が積んであり菓子に沿って山頂ばかり向こうまで並木が続いているその木は「最菓子」というのだそうで黒みを帯びた細かい葉のびっしりとついた枝が横へ広く面影に腕を伸ばし人並びに暗い木陰を作っていた。 鉄次は胸の中で横笛の音が聞こえるように思い、猛然とその並木を眺め合った。おてい、と彼は心の中で言った。二人はそこでたびたび会った。そこの向こうのこっちから五本目の木陰がそれだ。おていが先に来ていることもあり、用があって遅れてきてすぐに帰ったこともある。 その向こうの五本目の木陰だ。俺が仕事の都合で遅れて駆けつけてくると、あいつはその木に持たれていて、行ってみると泣いていたことがあった。どうしたんだと言ったら飛びついてきて、ああよかった、と言った。ああよかった、もうあんたは来てくれないのかと思ってたのよ。嬉しい、と言って俺にしがみついた。しがみついて泣いた。 今でもはっきり思い出せる。嬉しい。と言ってあいつは俺にしがみついて泣いた。おじちゃん。と長吉が言った。もういい。彼は、よし。と言った。少し休もうかな。長吉はこっくりをした。そこで休もう。と彼は材木の積んである方へ、 長吉を連れて行った。ここで少し休んでそれから何か買いに行こう二人は材木の上へ腰をかけた空の荷車を引いた老人が一人ゆっくりと二人の前を通り過ぎた哲次は膝の上へ左右の肘をつきうつむいて両手で額を支えたああと彼はため息をついた 力の抜けたうつろなため息であった長吉はおとなしく腰掛けていてそれからぼんやりと何かの歌を歌い出したしかし歌い出すとすぐに歌をやめて彼の袖を引いた「おじちゃん」と長吉はささやいた「おじちゃんみなよおばちゃんだよ」哲二は「うん」 と言った。みなったらさ、と長吉は彼をこづいた。ねえ、見てごらんたら、おじちゃんちのおばちゃんが来たよ。哲二は、うん、と言い、それからふいと顔を上げた。長吉が向こうを指さした。向こうからお手の来るのが見えた。彼女の好きな鳴海ぼりの一重に。 白い献上博多を締めていた。うつむいて、放心したような足取りで、一歩一歩、拾うように、ゆっくりとこっちへ来る。脇へは目も向けず、うつむいたままでこっちへ来て、二人の前を通り過ぎ、そしてあの、五本目の木陰で立ち止まった。鉄次は黙って見ていた。石にでもなったように、 身動きもせずに、黙って、おての姿を見守っていた。おてはその木陰に入り、木の幹へ両手を当ててもたれかかった。鉄児はじっと見守っていた。彼の額が青白くなり、眉がしかんだ。長吉が、おじちゃん、と呼びかけると、彼は手を振り、目で黙ってるんだ。 という,ふうに子供を見た。すぐ来るからな、と彼は言った。すぐに来るから、ここで待ってな。長吉は、うん、とうなずいた。哲次は立ち上がって、静かにそっちへ歩いていった。おていは気づかなかった。彼はそばへ寄って、そっと肩へ両手をかけた。おていは飛び上がり、 振り返って彼を見ると、おっと大きく口を開けた。いいよ、何にも言うな、と彼はしゃがれた声で言った。わかってる、わかってるよ。あんた初めてでしょとおていは彼にしがみつき、おえつしながら言った。あたしは時々来るの。 時々ここへ来ていたのよ。ここへ来て、この木の陰で。わかった、泣かないでくれ。と彼はおいの肩を両手で押さえた。向こうにぼうがいるんだ。うが見ているから泣かないでくれ。あんた、とおいが言った。ぼうを引き取ろう、と彼は言った。 蝶を引き取って三人で。あんたとおていは彼の胸にかじりついた。鉄二は振り返り、長吉に向かって手招きをした。長吉は立ち上がり、不決断にそろそろとこっちへ歩いてきた。